発売当時誰にも聞かれなかった曲フィッシュストーリーが世界を救う。フィッシュストーリー、フィッシュストーリー、フィッシュストーリー。僕の孤独が魚。フィッシュストーリー聞いたこともねえ。こいつただの運転手、いないものと思っていいから。あなた一度でも何かに立ち向かったことがある？こいつ立ち向かえよ。なんで帰れって言われて帰ってんだよ。ちょっと君何やってんの。実は私は正義の味方になりたかったんです。正義の味方？主食なんで。このレコードで俺たちクビだってよ。次も売れねえよ。俺たちの曲は理解されねえ。やっぱりテンポ遅くした方がいいと思う。僕は待ってらんねえよ。もっちゃんプロデューサー。フィッシュストーリー、フィッシュストーリー。昨日岡崎さんからもらった本、あれをアレンジしてみた。これ面白い、いい曲だよ。俺たちがさ、この時代で届かなかった思いがさ、時空を超えて繋がってくんだ。俺はそう信じてる。僕の正義が魚だった。4つの時代の別々の出来事が1つの曲でつながった時、想像もできない何かが起こる。フィッシュストーリー。フィッシュストーリーがいつか世界を救うんだよ。あってもいいんじゃないかな、それぐらいのことは。